コートニー・メアリー・カーダシアンは、アメリカ合衆国の女性ソーシャライト、タレント、起業家。1979年、ロサンゼルスに生まれる。父は、OJ ・シンプソン事件裁判の弁護士団の一人として、有名なロバート・カーダシアン。母、クリス・ジェンナーはマネージャーをしていたり、カーダシアン一家のリアリティ番組などに出演したりしている。父が、アルメニア系で、母がイラン系。 両親は1989年に離婚し、母は陸上選手のブルース・ジェンナーと再婚した。ブルースのまま父は俳優のゲイリー・ビジーの父親である。父ロバートは2003年9月30日に他界。10人兄弟で妹に、キム・カーダシアン、クロエ・カーダシアン、弟に、ロブ・カーダシアン、イフ姉妹に、ケイシー、ケンガル・ジェンナー、カイリー・ジェンナー、 イフ兄弟にバートン、ブランド、ブロディ・ジェンナーがいる。妹のキムとクロエと共に、ロサンゼルスで、ファッションブティック、ダッシュを所有し、オーナーとして勤める。カトリック上司学校メリーマウントハイスクールを卒業後、2年間メソジスト大学に、通うため、ダラスに移る。それからツーソンへ引っ越して、アリゾナ大学に通う。スペイン語を専攻し、10代のうちに卒業した。 同級生にニコール・リッチー、ルーク・ウォルトンらがいる。2005年、彼女はリアリティ番組フィルシー・リッチ・キャトル・ドライブのキャストに加わった。有名人がコロラドの小さな町に一緒に住むという内容で彼女はステレオタイプの甘い明かされたお嬢様として描写されたが、彼女が事前事業に大金を寄付したことを番組制作者が明かしている。 2007年に放送が開始されたカーダシアン一家の生活に密着したリアリティ番組 Keeping Up With The ア a r d a s i a n s に出演している。彼女は言動は控えめだがキャラクターが視聴者に受けてシリーズ開始当初から番組の重要人物となりファンを増やした。彼女の存在はネスミング・ファイアークラッカーと形容されている。以前スコット・ギシックと婚約していたが 2009年1月に破局。8月にスコットの子供を妊娠していることを明らかにした。妊娠は予定していたものではなく、本人はピルを飲み忘れたと語っている。2009年12月14日、息子のメイソンダッシュディシックが誕生。2012年7月8日、第二子、娘のペネロペスコットランドディシックが誕生。2014年12月14日、第密つ後、 息子のレイン・アストン・ディシックが誕生した。ニューヨーク・ポスト。プリム・カーダシアン。2008年8月22日閲覧。キム・カーダシアン・オフィシャルブログ。キーピング・アップ・ウィーズ・ザ・カーダシアンズ。モニュメンツ・アンモメンタス・タイムズ・イン・モンティ・カルロ。2008年9月24日閲覧。CNN.com。フォーマー・ウォージェイ・シンプソン・ローヤー、カーダシアン、ダイズ。 2008年8月22日閲覧。ニューヨークポスト。コートオーエヌテープキムカーダシアン、ゴーズホームトゥハーファミリー。2008年8月22日閲覧。ABSKMEN.COM a。コートニーカーダシアン。2008年9月8日閲覧。EONLINE.COM。キーピングアップウィズザカーダシアンズ、ミートザキャスト。2008年9月8日閲覧。 コートニー・カーダシアン、ソショックド・バイ・プレグナンシー。people.com。2009年8月13日閲覧。プレグナント・コートニー・カーダシアン・レビールズ・ファーザーズ・アイデンティティー・ o MG ・ニュース・オン・ヤフー。omg.yahoo.com。2009年8月13日閲覧。ありがとうございます。